皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。思想で使える小ネタフレーズ特集ということで、その名前の通りの動画でございます。よろしくお願いいたします。できるだけ簡単でそれっぽいっていうフレーズを皆さんと一緒に練習していきたいなと思っておりますので、ギターを持っていただいて頑張って一緒に練習をしてストックを増やしていきましょう。おやという動画です。アコギでも OK です。お好きなギターでチャレンジしてみてください。とりあえずこの動画の中で練習するフレーズをまず弾いてみます。こんなフレーズを練習します。どうぞ。感じのフレーズを練習していきます。ちょっと弾いてみたいなと思っていただいたら、思っていただけたら一緒に練習をしていきましょう。まずですね、紙とペンを用意すると良いかと思います。僕がいろいろベラベラと数字を言っていくので、それをですねギター持ってこの傍らペペッとメモしていただければ幸いでございます。それでは早速参りましょう。まずいきなりなんですけども、メモってください。僕がねこの動画の中でねバーって数字をたくさん言っていくんで、その数字をメモってほしいんです。まず1個目のコード、丸1の下に、5弦から109、11と書いてください。丸1、10、9、11って感じです。丸1って書いて、10、9、11。で、その次、丸2って書いて、10、8、9。丸2って書いて、下から10、8、9。とりあえずその2つだけメモっていただいたら、ギターを持っていただいて一緒に練習をしてみましょう。とりあえず、このそれぞれのコードを、5、4、3弦、5、4、3弦と、この一通り順番に弾くんですが、これを1、2、3を2セットいきます。1、2、3、1、2、3。どうでしょう、できましたでしょうか。おすすめの運指としては中指、人差し指、小指、もしくは薬指です。でもまあこれは別に何でもいいかなって感じはします。お好きな指で、トライしてみてください。そして薬指、中指、小指とかでもいいかもしれないな。何でもいいかもしれないです、このところは。僕はこれやってます。お好きなパターンで。で、5、4、3弦、5、4、3を2セット、ペンパンピンポン、お米、お米と弾いたら、その次2つ目の、丸2のコードにして、丸2のコードにして、また同じように、5、4、3、5、4、3と、2セット弾きます。ちくわ、ちくわと。お米、お米、ちくわ、ちくわ。って感じです。で、お米、ちくわ、ちくわと言ったら、その次もう一回ちくわが入るんですけど、ちくわと入るんですけども、三ちくわってことですね。三ちくわ。でも三ちくわなんですけども、三個目のちくわはちくわぶです。ちくわぶ。ちくわぶ。で、余弦に戻ります。五弦、四弦、三弦、四弦と。ちくわぶ。だから、お米、ちくわ、ちくわ、ちくわぶってことです。お米、ちくわ、ちくわ、ちくわぶ。そんな感じです。ちくわぶはちくわぶ。ちくわなのかちくわぶ。ちくわじゃないのかって言われたら、ちくわじゃないんだけれども、ちくわぶはちくわぶじゃないけれども、ちくわぶが入ってくるということでございます。ちくわぶでございます。ちくわぶ、おでんね、そういう感じですよ。はい、お米、お米、ちくわ、どういうことだ、ちくわぶ、これが基本のパターンとなっていきます。あとはもうコードを変えてずっとこれを繰り返していくだけ。ちょっともう一回やってみましょうか。1個目のコードにして、お米、お米で、その次、2番目のコードにして、ちくわ、ちくわ、ちくわ。これを続けてやっていきましょう。繰り返します。一緒に行きましょう。ゆっくり。ワン、ツー、スリー、フォー。お米、お米、ちくわ、ちくわ、ちくわ。お米、お米、ちくわ、ちくわ、ちくわ。お米、お米、ちくわ、ちくわ、ちくわ。こんな感じです。で、なんとなくお気づきの方いらっしゃると思うんですけれども、低音弦側はちょっとブリッジミュートを聞かせた方が、かっこよく聞こえるかなと思います。もしそこまで余裕がないよっていう方はブリッジミュートとか気にしなくても大丈夫。とりあえずコードを押さえて、ちくわとお米をなぞることを集中してください。それができるようになってきたらブリッジミュートも軽く入れていくと良いと思います。低音弦側、この5弦と4弦ですね、5弦と4弦に軽くブリッジミュート入れて、で、その次、逆に3弦とかはブリッジミュートせずに弾いていくと。これが全部ブリッジミュートできてないと
感じになっちゃうし、全部ブリッジメイドしちゃうとって感じなんですよ。これよりもさ、なんかメリハリついた方がかっこよく聞こえるじゃん。なんかこんな感じで、こんな余裕があったらこんな音とサウンドを目指していただけると、嬉しいなという感じです。それでは次のコードに参りましょう。丸三と書いていただいて、その下に、979と書いてください。979、丸三979で、丸四は、7×77 これが4個目のコードです。ちょっと次いきます。丸五のコードが、5弦から757です。757757で、その次丸6のコードが、5×56で、その次7個目のコードが、さっきと一緒で979ですね。979で、最後、8個目のコードかな、8個目のコードが、7×78です。7×78、こんな感じで1と2でお米お米ちくわちくわちくわぶ、で2個目と4個目で、同じように弾いていくわけです。で、この4つ目のコードみたく、その 7×77 みたく5弦が飛ばされる場合は5-4-3-5-4-3っていう感じで、ちくわを弾いていきます。ちくわが5弦からじゃなくて6弦から、ちくわちくわちくわという感じです。で、その後の5個目6個目に関しても一緒、この757を、お米と弾いたらまた6弦からちくわちくわちくわという感じで弾いていきます。ちょっと順番にいきましょう。丸三のコード、979なんですが、僕は薬指人差し指小指で押さえております。この指がおすすめです。で、軽くブリッジミートをかけて、米で、僕はそのまま親指で行ってしまうんですが、親指が使いづらいよという方は中指とかでも OK です。人差し指でここの3弦という弦をまとめて押さえて、ちくわぶの音を弾いていくと、この状態ですね。薬指人差し指小指からこんな感じです。親指が使える人は6弦は親指で押さえてみても良いでしょう。押さえやすい方でチャレンジしてみてください。で、その次5個目のコードに行って、丸5のコード、薬指、人差し指、小指、ここでまたお米、お米と言って、で、また今度は親指、もしくは人差し指でまとめて、この4弦と6弦をまとめて押さえると、もしくは親指で弾いていくという感じです。で、7個目のコード、また797、もう同じようにお米と弾いて、で、その次人差し指でまたこうまとめて押さえて、ここのところはそのね、ちくわ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 っていかずに、ビャーンと弾いちゃいます。お米で、コードが変わって、この最後の8個目のコードでいくと、で、この余ってる小指とか薬指とかで3弦の9フレットを押さえて、チャーンと、このサス4っていう音を入れましょう。お米つかい、こんな感じです。こんな感じです。ちょっとババッと言ってしまいましたけども、まあ手順はなんとなく分かっていただけたと思うんで、そのお手元のメモを見ながら、ちょっとフレーズを練習をしてみてください。運指に関しては基本的に任せますけども、今のところ、僕が説明したやり方がおすすめという感じでございます。最後にちょっとゆっくり、通してやってみましょうか。ついてこれるかどうか分かんないですけども、ちょっと一緒にやってみてください。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、次979、979、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 9
こんな感じです。ちょっとその辺ね、ポジションを覚えるまでは少し大変かと思うんですけれども、覚えてしまえばそんな難しくないと思いますので、よかったら練習してみてください。で、ちょっとね、一番最初に僕が、こんな感じのフレーズやります。ベーンみたいな感じで弾いたのをもう一回見てみるとね、いろいろ発見があると思いますので、もう一回頭に戻っていただいて、そのお手本ってわけじゃないですけども、それを見ていただくと良いかと思います。で、慣れてきたら、ブリッジミートとかもそうなんですけれども、たまにこうまとめて弾いたりとかして、こうより一層メリハリをつけると、面白くなってくるかと思います。バカ正直に、バカ丁寧に、一本一本弾いてもいいんですけども、ところどころでちょっとこの遊ぶと。こんな感じで、遊んでみるのも良いかと思います。余裕があったらそんな遊びも入れてみてください。で、最後は、なんだろうこれ。なんか G のんたらかんたらみたいな、なんかそういうコードなんですけども、中指で6弦の3フレットを弾いて、で、5弦は中指のお腹で、ミュートします。3フレット、バツ。で、4弦は解放。3弦は人差し指で2フレット。で、1弦と2弦は解放。3発0、2、3、3発0、2、0、0。こんな感じのコードで終わるという感じでございますね。そんな塩梅でございます。あとはまあ、今、メモっていただいたやつを、見ながら練習していただければ良いかと思います。細かい手順に関しては今僕がゆっくり弾いたやつとか、一番最初に弾いたやつとかを、参考にしてやってみてください。よろしくお願いいたします。でね、うまい具合に弾けるようになったら、楽器屋さんとか演奏とかね、ちょっとこうギターを弾くときにペラッと弾いて、ちょっとこうね、演奏したりとかしてみましょう。よかったらそんなフレーズを覚えていただけますと幸いでございます。なんかね、メモったじゃないですか。そのメモね、捨てない方がいいですよ。この手のフレーズってね、忘れるんだ。もうこの動画を見て、せっかく練習したのに、この動画でこのフレーズを練習したことそのものを忘れるんだ、人って。悲しいことに。せっかく、うわー、弾けたーとか言ってても、普通にこう思想するときだったら、やべ、弾くことねえな、みたいな感じになっちゃうんですよ。なので、ちょっとね、日々練習するために、今撮っていただいたメモは、日常的に見えるところに、貼ったりとか、しまったりとかしておくと良いと思います。そのメモがバーンとどっか行っちゃうと、そのフレーズも全部バーンってどっか飛んでっちゃうんで、もったいないので、常に思い出せるように、目にとつくところに置いておくことをお勧めいたします。よろしくお願いいたします。せっかくね、練習したからね、覚えないとね、忘れたらもったいない。そんな感じです。もしよければ、そのフレーズもレパートリーの一つとして、ストックをしておいてくださいませ。あとは頑張って練習してみてください。よろしくお願いいたします。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよならの前に、最後に私、滝沢勝成、YouTube メンバーシップという有料会員みたいなサービスをやっております。まあ、月額500円とかでね、入れるやつなんですけれども、コメントとかだとさ、やっぱりちょっと僕も一人一人その返信しきれないんですけども、メンバーシップに入っていただくと、僕に直接質問することができて、なおかつね、その質問に対して僕は5分、10分とかね、そのラジオっぽく、もうバーって喋った、動画とかがね、限定で、ジャマ会員様限定で、配信されるような仕組みになっております。もしね、ギターの悩みとか聞きたいこととか、いろいろありましたら、ぜひ、加入していただけますと幸いでございます。ご検討くださいませ。詳細は概要欄にありますので、よかったらチェックしてみてください。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。